まあ、外来の中にはですね、もう本当に突然、もうこれ以上見れんよって感じで、入所せざるを得なくなる人も逆にいる。まず一つ目はですね、とにかく自覚症状がない患者さんですね。全くテストの点数が落ちているのに、いや、大体答えたよって、いや、答えてないよね。答えてない、あと半分もできてないよって、でもほとんどできたって言い切る人もいる。MMSE の具体的な点数で言っても、まあ、20点切ってくると相当忘れるわけです。で、まあ、20点切ってきて、でも本人に全く自覚がないもんだから、もう何も対応することができない。でも結局15点ぐらい切ってきて、にちもさちもいかなくなったら、まあ、いきなり入所だね。だからその人は何か介護サービスを使ってたわけでもなく、仕事室を使ってたわけでもなく、もうある日急にポーンと入所っていう形にせざるを得ないんですね。